はい、こんにちは。こんにちは。今日は藤田さんと同時に喋りながら聞こうかと思いますが、はいはい、藤田さんお元気でしたか？はい、お盆もずっとステイホームしてそうなんですか。元気に引きこもっておりました。元気にステイホームしてたんですか？はい、してました。今日は8月の後半ということで、また愛称メーカーの中からいくつかと最後にちょっと歌ってみたいと思いますが、ハマチ通りという曲を歌ってみたいと思います。46ページハマチ通り。藤田さんはハマチ通りご存知でしたか？はい、よく私もハマチ通り選曲して皆さんと一緒に歌ってました。そうですか。それはよかった。行きましょうか。Oh.
サトキビ畑はすごく久しぶりに歌いましたが、長い曲ですね。とってもいい曲でしたが、藤田さんはどう思いましたか？そうですね、歌いながらなんか感情移入しすぎちゃう感じが、なんとも
悲しくなりますねという今日はたまにはこのコーナーに木内さんにも出てきて歌ってもらおうかなと思うので木内さんどうぞ。はい、あっちですじゃあ木内です、自己紹介は木内です。あ、かんだ何を歌っていただけますか。ヤシの実を歌います。どうぞ。大中トラジさんってご存知ですか。はい、存じ上げております。誰聞いたことは本当かも今まあフェリーチェでは大中トラジさんのお子さんは誰ですか。めぐみさん。お、素晴らしい、よく知ってるじゃないですか。大中めぐみさんの有名な曲といえばさっちゃん。さっちゃんの方が青じゃんヤシの実行きましょうかね、はい。歌ったことか違うかはい、はい、では次は少年時代を歌いたいと思います。この曲は、井上陽水さんの曲ですね。で、何年に歌われた曲なのかなって思ってちょっといろいろ見てみたら1990年だそうです。ちょうど30年ぐらい前ですかね。キッチさんは何してましたか。中学生、小学生どっちだ。いやちょっと年齢が分かっちゃう、ね、ちょっとしましょうか。ぼやっとしたぼやっとところ で、ね、はい、ちなみにですね、私はまだこの世にいませんでした。びっくりびっくりですね。びっくりですね。かったです。あらまあ、すごい知ってる曲です。はい、では行きましょう。Oh, oh, oh.
オータムコンサートというコンサートです。こちらがチラシですね、後ろ10月10日土曜日です。で場所は、新百合ヶ丘昭和音楽大学の中にある百合ホールです。で、私が、藤原歌劇団の準団員なんですけれども、こちら出演者の皆様全員藤原歌劇団の方たちです。で本当にあのなんていうかすごい方々も出てます。めちゃくちゃ上手な人たちもたくさん出ておりまして、で何を歌うかと言いますと、オペラの中から一人で歌うアリアと、まあ、数人 2,3 人 2,3 人ぐらいで歌う重唱と演奏します。私はドニゼッティという作曲家が、作りましたリタというオペラと愛の妙訳というオペラから、1曲ずつ演奏します。久しぶりのコンサートで今からすっごい楽しみなので、ぜひ皆さん来てください。お待ちしてます。